どうも国の時間です。さあ始まりました。本日はですね、おかすいコラボということで、はい、こちら心霊スポットからお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとおかすいの方のチャンネルで心霊スポット探索とかいろいろやらせていただいておりますので、はい、で現在ですね、ちょっとその合間でここが一番声が聞こえたり足音が聞こえたりするから、じゃあここで階段してみたら寄ってくるんじゃないのっていうのを検証しようという動画なので、ちょっと検証したいと思います。はい、二宮、これ喋ったことあったかな。あったらごめん。俺誰に何喋ったか全く覚えてなくてもう何でも大丈夫です。大丈夫、階段やりちん、はい、階段やりちんなんで誰も覚えてない、まあ、だからこれはですね、僕も聞いたお話なんですけれども、あんまり心霊スポット行くもんじゃないなと思ったんですけれども、はい、男性の方がですね、ちょっとやんちゃな方で、ちょっと喋りにくいから撮っていい？はい、いや、やんちゃな方で、バイクとかで昔心霊スポットって言ったらしいのよ、はい、でその心霊スポットっていうのが山奥にあって、数年前に火災で燃えてしまって、でも取り壊しはされていないっていう心霊スポットや、うん、でそこにちょっと心霊スポット行こうぜってバイクでみんなで行くんですよ。で行ってあったあったって見えたら、めちゃくちゃ火事の匂いがするんですって、うん、でも数年前に燃えてるからさ、本当にするかって不思議に思いながら行ったのよ、うん、ほんならもう全焼してるから、おそらくここが玄関だったよなっていう門構えがあって、じゃあここ入ってみようって言って入ったんですね。で入ったら残留物も残ってて、先祖の写真みたいなのあるやん、昔の家で飾ってるやん、それがバーって飾られてて、で左から3個目だ、ここが火元じゃないかっていうぐらい真っ黒焦げなんて、そこだけで、あとはすすぐらいやん、なんか異常だなと思いながら入っていって、残留物見てると一人の男の子が、当時ガラケーやったんですけれども、写真を撮ってて、パシャパシャパシャって言って、でみんなもいろんなもの見ながら、お前よう撮れるなって言って、でもなんか写ったらラッキーじゃんってパシャパシャパシャって言ってる。でみんなはガサガサガサっていろんなもの見てる中で、その携帯撮ってる男の子が上向いて、で上向いたらもう屋根も抜け落ちてるから空が見える状態。で1階2階があって屋根があって空なんですけど、ズドーンと抜けてるんで、でそこを撮ろうと思って上向いた瞬間に、あっ！ってしてるの。そんなにくるすよ、もうやめてよ、階段やからソロありますよ、もうその系のやつなし。いやで、慌てて飛び出していったのよ。で、何何何って思って、みんなも一人逃げたら怖がるやん、はい、で、怖いからみんなバイク乗ってブワーって追っかけていったのよ。で、山降りていって初めてのコンビニ、最初のコンビニ行って、なんやねんお前、めっちゃ怖いからやめるわって言ったら、マジで焦ったわ。で、聞いてみると、こう上向けて空撮ろうと思った時にパーって見たら、2階部分からずーっと真っ黒い人が見てんのが分かって、でそれもしかしたらその先祖火元ちゃんって言ってた真っ黒こりの人みたいなぐらいの容姿だったらしい、ね、その人ずーっと見てると。でそれがめちゃくちゃ怖くてって、お前ほんまかって、いやほんまやね、ちょっと見せるわ、あれあれってなって、どうしたんって言ったら、うわ最悪や、びっくりして携帯を落としてもらう。でもその子いじられキャラでもあったから、いや俺らついていかへんで、お前勝手に行けよ、普段やったらちょ待ってよついてきてやとかなんねんけど、その子急に分かったって言ってバイク乗り出した、うん、えあいつ怒ってるってなって、で一人でグーってエンジンかけてブーって進んでいくので、めっちゃキレてない、なんでキレられないわんねんってなってて、みんな残ってるので、ブーンって進んでいって、まあある程度行ったところで U ターンして、でそれが見えてて、何やあいつ結局ビビってるからついてきてって言うやんって戻ってきて、でその時にハハハハハって笑い声が聞こえる、爆笑してて、あいつなんかめっちゃ笑ってるやん、あ持ってたんかなっていう話をしてると、めっちゃスピード上げて反対車線に飛び出していって、トラックに正面衝突して、そのままなくなった。そう、明らかにおかしかったって、最後の表情もちょっとだけ見れたけど、あいつじゃないような表情してて、でその子の携帯っていうのはもちろんその火事現場から見つかった、うん、でもあんだけパシャパシャ撮ってたのに、その1枚も室内の写真が残ってないっていう状況だったっていう話を聞いて、ちょっと怖いなと思ったお話、その行くのが怖いなと思ったお話ですね。国の時間、はい、めっちゃ怖い。この時の、うん、あの
話し方上手すぎて、うん、この時がマジリアルにもうなんか想像できて、本当怖かった。ああ、よかったよかった。そんな人がって、ちょっと、いや、怖かった。よかった。あと、今、最後、ギシギシギシみたいなさ、UCM みたいな音聞こえたべ。あと、女の最後らへん、はっみたいな声聞こえました。なんか感じありました、ね、聞いてくれたな。さすが、っていう心霊スポットの多いし、そう、でもあるでしょ、なんかこういろいろ言ってたりとかさ、こう、はいはい、DM とかで体験談とかも多分お預かりするであろうし、はい、お安いくらいまで行ったら、そうですね、うん、そうですね、まあ、僕たちも、まあいろんな、本当あの依頼とかでよく行くことがたくさんあるんですけど、たーちゃい、まあ、つい最近の話でいいですかね、うん、あの、つい最近の話やめます。もう一度たーちゃい。じゃあの、うん、僕よくあの行くお店が、あのバーがあって、うん、そこに行くと、うん、あの怖い話ありませんかって毎回聞くようにしてるんですよ、うんうん、お客さんに、うん、でそのしたら、あの、まあ、あるよと、うん、こういう話あるよって言って教えてもらった話なんですけど、うん、あの家なんか引っ越して、うん、なんか引っ越してきた人がいて、うん、自分の家の隣に、うん、でその家の隣の人が、あの、まあ、貧乏で、まあ、気さくでいい人みたいなんですけど、うん、あの、まあ、よろしくお願いしますっていう感じで、なんかいい感じの関係になった時に、なんか、そう、ここら辺ってなんか怖いことってなんかありませんよみたいな、うん、言ってくるんですって、うん、いや特にないですけどねみたいな話したら、おそらく、まあ、その人的には自分が昔住んでたところので怖いことだったから、その話をしたいから、うん、ここら辺でなんか何かありますみたいな、うん、ふっかけてきたらしいんです、うん、いやないですけどね、なんでですかって言ったら、いや私昔あの怖いことあって住んでて、うん、っていうのも家の帰ってくると家の前に小学生2人いるんですって、双子の、うん、で小学校1年生の女の子2人の双子、うん、顔同じで、うん、何ででしょうって黄色なの帽子かぶって、うん、家の前にいるんですって、うん、でそのアパートで1階なんですって、うん、で自分の部屋の前で女の子がなんかキャピキャピ2人で話してるんですって、うん、であのここケンタ君の家だよってこう言ってるんですって、うん、2人で、であ違うよって言って、でそこ駐車場だから車通りがあるから気をつけてねと言って中入ると、うんうん、で夜中に寝てたらピンポンってなるらしいんですよ、うんうん、でそこなんかあのモニターみたいなの押したら外の風景見えるみたいな、チャイムでピンポンだとかカチャッと見たら夜中の2時にさっきの双子の子が家の前で、うん、ここケンタ君ちだよ、ここケンタ君ちだよって言ってるんですって、っていうことらしい。国の時間。いや、なんだろう、その双子。いや、わかんないでしょ。マジでいい。怖いなと思って。なんだから、その家にもともと住んでた人なのか。でもなんか、その幽霊じゃないらしいんですよ。ほう。その一見、ちゃんと会話もしたし、うん、ちゃんと会話もできて「はーい」とか言って帰ってったのに、で夢でもないし絶対に、うん、みたいなことを言ってたと。何だろうそれ。ありがとう、うん、ありがとう。何かありました、反応。話し始めの時にあれでも反応してました、何か。それ俺が、何か僕聞こえたタイミングでキョロキョロってしたんで、何か聞こえたんかなと思ったんですけど、なんか聞こえたっぽいけど、コソコソみたいな、なんか聞こえた、それコソコソってみたいな聞こえましたよね、うん、なんかそれぐらいなんですけど、これ、うん、目に見えてっていうのは、うん、ちょっと凝ってないですよね。パルマ、その最近なんですけど、家で、うん、その女の人の声がたまに聞こえたりとかするんですよ。連れ込んでるとか。いや違います。
そういうことじゃなくて、誰もいないの。誰もいない。僕一人なのにモテますよアピールしてる。違いますよ。これそんな話急に始めるわけないでしょ。心霊スポット。この前人間来た女の子家に連れ込んだみたいな。やってねえよお前。そんなことしてません。キモいからこの見た目のやつがそんなことしてる。そりゃそうだよな。なんだろう。意味わかんない。やってますよ。誰もいないのに、うん、たまに声、うん、みたいな声が聞こえたりとかする。まさしく今みたいな状態。あ、そうそう、そんな感じです。で別に、うん、なんかそれで何かをやられるとかもないし、はい、たまに声が聞こえるぐらいとかで、うん、でなんか家の周りを友達歩いてる時に、うんうん、その友達がなんか急にさっきなんか黒い着物着た女の人いたよねとか言ってて、でも全く見てないんですよ、そんなの、うん、絶対いなかったですよ、うん、で目の前を歩いてたんですよ、うん、黒い着物を着た女性が、うん、でその人を避けた記憶がないんですって。そういえばその言ってたのあ、そういえば避けてねえなとかなったりとか、うん、そのなんかその家で女性の声が聞こえたりとか、なんかそういうのがちょいちょいあるんですよ、うん、ちょっとその家の周りというか、うん、不思議な現象みたいなのが、うん、で僕の家の目の前にマンションがあって、うん、なんか工事中みたいな、はいはいはい、なんか跡があって、なんかこう垂れ幕みたいな、うん、シートというかがかかってて見えないようになってて、うん、でずっと何なんだろうと思ってたんですけど、うん、調べたらそこ結構有名な事件だったんですけど、うん、そこのマンションのその螺旋階段みたいなのが崩落して、うん、女性が一人亡くなってるところです。でそれがずっと工事されないのもそのまま今目の前、うん、そのまんまの状態になってて、夜とか人感センサーで普通にライトとかつくようなまんまそこに残ってる、だからそれがなんかわかんないですけど作用してるとかわかんないですけど、なんかあんのかなっていう。いやちょっと怖かったよ。ちょっとあるんですよ。その、はい、っていうような声って、はい、崩落の仕方もわからんけどさ、はい、突然の時にギャーと叫ばれてね、はい、あ、確かにその時の最後の声なのかもしれないなと思って、あぐらいや多分、はい、そんな本当僕の家で聞こえるのそんな感じの声なんですけど、うん、だからこれおかすいのチャンネル見てほしいんだけど、俺がここの階段を喋った時にさ、はい、誰かの霊がついてきてるみたいな、うん、と足音が別って話をして、でそれがちょっと風俗系の話になったけど、はい、今日ずっとはっみたいな声やから、はい、連れてきてる可能性。いや、マジっすか。そんなつもり一切なかったんですよ、うん、見えない。いや、わかんないけど、うん、俺姿形は全く見えないんで、正直僕は、うん、え、連れてきた。若干あるんじゃないかなと思います。確かに、うん、ありますよね、声の出し方が一緒、うん、そうですね、確かに、うん、ここに来て僕全然聞こえてないですけど、ね、家では聞こえるんです。家では聞こえてるけど、うん、家ではもうしゃあない、はい、春馬しか伝えれる人がいないから。あ、そういうことですか、うん、でもこっちだったら他の人の方がなんか寛容さそうやなと思ってしょうがなく俺に言ってるけど今日はいっぱいいるぞみたいな、うん、いっぱいいるぞって。あ、そういうことですかね。今喋ってて、えぐい声聞こえるんでしょ。聞こえ、めっちゃ来ましたね。いや、同じタイミングでうわと思って、どんな声、みたいな、えみたいな長いこと、このアピールじゃんですね。え、俺全然聞こえてないけど、じゃあ言えるね。言えますね。まあだからこれからもちょっと調査とか続けるんで、はい、ちょっとまたおかすいのチャンネルぜひ見てください、はい、お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。咳しちゃってブレてるかもしれないです。そうそうそう。